北浜駅は、北海道網走市屋ざ北浜にある、北海道旅客鉄道線も本線の駅である。駅番号は、B76。電報略号は、今。たくさんの名刺や切符が貼られている、北浜地区のもとも、網走市街寄りに位置し、集落からはやや外れている。1965年4月に封切りとなった映画、網走版が一大一作で、網走駅として、囚人を、 駅から護送するシーンのロケ地として用いられたことで知られている。1980年に19代駅長、木村シュゲルが待合室に落書き帳を設置したのを皮切りに、オホーツク海に一番近い駅、海岸まで20メートルの看板の設置や入場券を買った旅行客に、威嚇前浜で拾った貝殻に通行証とペンキで描いた。 記念品を手渡すなどの独自のサービスを行うようになってから観光客が増え始めた。このサービスは無人駅となった後も旧駅長室で軽食喫茶店、停車場を営む藤江良一の手で切符を売る駅業務の代行とともに続けられている。ロケ地としては駅舎はドラマ、醜いアヒルの子や中国映画、狙った恋の落とし方など多くの映画や テレビドラマなどの撮影で利用されている。近年では、校舎の映画の影響のほか中国国内における北海道ブームもあり、来駅する中国人観光客が増加している。1977年の北浜駅と周囲約500メートル範囲、左が阿波走方面、オホーツク海岸に接している、短式ホーム一面一線と間に細い積み下ろし場が挟まる形で、 貨物積み下ろし線が2本、駅舎横の網走り側に貨物ホームと引き込み線を有する。貨物荷物取扱い廃止に伴い貨物線がすべて撤去された後、釧路、川駅裏に保線車用引っ込め線が敷かれた。国土交通省国土画像情報をもとに作成、引っ込め線が確認できるもともと同地は、東にへと呼ばれていたが、季節の駅との混道を避け、北見国の浜にある、 として、北浜と名付けられた。東二江の由来については、東二江港、三小端式ホーム一面一線を持つ、地上駅、知床斜利駅管理の無人駅である、ホームは4両分程度の長さを持つ、駅舎内には、かつての駅事務室を改装した、喫茶店、停車場が営業している。1986年、東京で修行していたマスターが、 旧事務室にオープンしていたもので、店内の椅子や網棚などは、旧型客車で使用されていたものを再利用している。店内からは、オホーツク海を眺めることができる。待合室の壁面は、旅行者が訪問の足跡として貼った名刺や切符などで埋め尽くされている。駅舎の網走よりには、流氷見学用の展望台が設けられている。北海道旅客鉄道専門本線快速。 知床ま集合普通もこと駅、北浜駅、厳正花園駅、浜越水駅、厳正花園駅停車は5月1日の10月31日。ありがとうございます。